もうなんか言ってました、テレビからの情報とかってもうマガジン側から打ち破られるそれはあります、薄っぺらい情報なんですよ、我々小学館側は違ったら言ってね、あのね、実際千葉さんは、あの梶原さんと話した時に、千葉さんならいいから何でもやってって言われたんだよねって軽く言ってたよ、本来軽くないはずなんで、軽くないよ、ね、絶対軽くないよ、ね、そう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 、怒ってたと思うし、うん、かなり怒ってたと思う、かなり怒ってたと思います、だけど千葉さんすごいのは話しますよね、うん、ちゃんとだから電話して徹底的に話して、僕こうしますからって言って納得づくで話やる、うん、いやだからそこでね、うん、手塚と千葉は別格って思わせたのは何だろうと思ってハリスの風を読むわけじゃない、はいはいはい、これどこでそう思ったのだろうって、はい